3号ではクリプトンの左腕を完成させます。今回付属するパーツです。最初にモーターユニットをケースに組み込みます。パーツ04のケースのピンを入れる穴が側面になるようにして、モーターユニットの基板を上にし、ケース内の2本のレールにモーター側の突起を合わせるようにして差し込みます。次にパーツ03のケースを向きをよく確認してかぶせ、爪をパーツ04の穴にしっかりとはめ込みます。爪部分が入りにくいときは爪を内側へ押し込みながらはめるようにします。次に1号で取り置きになっていたシャフトをモーターの赤い穴に差し込みます。続けてパーツ01のブロックをシャフトに差し込みます。次に1号で付属した小さい方のギアをシャフトに差し込みます。ケースが組み上がったら、モーターケースの白い部分の穴をフィンガーのついたブロックに差し込み固定します。長いシャフトを引き込んでおいて、黒のブロック、大きなギア、黒のブロックの順でシャフトを通して押し込みます。次に下フレームを取り付けます。2号で組み立てた上部フィンガーのフェースの青ピンに、パーツ02のブロックの長い辺の穴を差し込む位置を確認してはめ込みます。2号で組み立てた上部フィンガーのシャフトを指で押さえながら、白いブロックの端の穴に差し込みます。組み付けた2つのブロックの穴位置を合わせて、四角のフレームの角とその隣の穴に青ピンの長い方を差し込んで、ブロック同士をつなぎます。さらに4本の青ピンにパーツ02の黒のブロックをはめ込みます。次に下フィンガーを取り付けます。下フィンガーの端の空いている穴に黒ピン2本をそれぞれ差し込みます。差し込んだ左右の黒ピンに L 型のブロックを互いに向き合うようにして差し込みます。ここも両方のフィンガーが滑らかに動くか確認しておきます。ここでシャフトの先端が出ていなかったら引き出しておきます。このシャフトにパーツ06のブロックの側面の穴をはめ込みます。この時反対側のシャフトにつけたブロックの角度に合わせて差し込まないと、上下のフィンガーの位置が違ってしまうので注意してください。次にフィンガーの付け根から3つ目の穴とシャフトに取り付けたブロックに黒ピンを差し込みます。差し込んだフィンガー側の黒ピンに四角の穴を合わせてパーツ06のブロックをはめ込みます。もう片方も黒ピンを2本差し込み、フィンガーの方のピンに四角の穴が来るようにしてパーツ06のブロックをはめ込みます。
これで上下のフィンガーの位置が揃って完成です。ここでも念のために腕がスムースに動くか、また組み付けが間違いないかテストしてみます。組み立てガイドを確認してモジュラーケーブルを用意し、モーターケースの差し込み口につなぎます。ケーブルに電池をつなぎ、フィンガーの動きを試します。一度閉じて動かなくなったら極性を入れ替えてテストします。アッシャー